ある日の午前0時、私は一人で壁を見つめていました。その壁には未来の車のアイデアを書いた付箋が100枚以上貼られていて、その中から私は1枚を手に取りました。その付箋にはこう書いてありました。空飛ぶ車そう、忘れもしない2013年の秋。 私は空飛ぶ車を作ることを決意しましたまずはこのムービーをご覧ください 私の本職は自動車エンジニアで普通のサラリーマンです。ですが、業務外で総勢30名のボランティアメンバーと大学の先生方とともに空飛ぶ車の開発を行っています。目指すは2050年までに誰もが自由に空を飛べる時代を作ること。そしてまずは2020年、東京オリンピックの開会式で 空飛ぶ車を使って聖火台に火をともすことを狙っています先ほどのムービーはそのシーンを表現したものです今日は空飛ぶ車を開発する中で学んだ限界を突破する2つの方法を紹介しますそもそもなぜ空飛ぶ車を作ろうと思ったのかそれは私の幼少期に遡ります 小さい頃イタリア生まれの真っ赤なスーパーカーに憧れ自分も将来憧れの対象となる車を作ってみたいと思ったのがきっかけでした小中学生の頃は友達からの電話であっちの駐車場にすごい車が止まってるぞという声を聞くとカメラを持って一目散に直行し前から後ろからそして下からとパシャパシャ撮っていました,また 作った車のプラモデルの数は優に100台は超えていました中間テストや期末テストのたびに1台また1台と増えていきました皆さんの中でもテスト期間中に部屋の掃除をしてしまったような人もいるかと思います私の場合はテストのたびに部屋が車で埋まっていきましたそして大学に入ってからはその思いが高じて実際に人が乗れるレーシングカーを作ってしまいました もちろん一人でというわけではありませんが大学の仲間と一緒に金属を削ったり溶接をしたりして年に1台車を作りレースに出ていましたそんな車好き少年が7年前自動車エンジニアとしてのスタートラインを切りましたしかし世の中では若者の車離れということが言われ車好きの私としては とても寂ししいい気持ちでいました自分の好きなものが世の中から消えていってしまうそんな危機感を抱き4年前に会社の同期数名と新しい車のコンセプトを考える団体を立ち上げました半年間で100個以上のアイデアを出しその中から一つに絞ることにしました最後は 言い出しぺである私にその選択権が委ねられました自分は本当に何がしたいのか来る日も来る日も考え続けましたすると自分が小さい頃に感じたのと同じようにワクワクし最も夢があると感じたアイデアがありましたそれが空飛ぶ車だったのです他のアイデアはやればできそうだったのに対し空飛ぶ車は 一見できそうもないものだからこそ次世代に価値が生み出せるのではないかそう思ったのですここで皆さんにちょっとお伺いしたいのですがこの中で車が好きという方はどのぐらいいらっしゃいますかありがとうございますでもやっぱり少ないですねはい。では空飛ぶ車と聞いてワクワクする方はどのぐらいいらっしゃいますかありがとうございますほとんど全員ですねありがとうございます 私も当時とってもワクワクし思わずこのアイディアを選んでしまいました後から考えてみるとこれが限界を突破する一つ目の方法だったことに気づきましたすなわちワクワクする気持ちに正直に飛び込んでみることだったのです実はそれまでの私はとかくできることから考えてしまいがちでワクワクするぶっ飛んだことに挑戦しようというマインドは持っていませんでした しかしここののの時は余計なことを考えず自分の気持ちにに正直に従ったのですその後メンバーに気持ちを打ち明けるとみんなも私と同じようにワクワクし賛同をしてくれましたしかしアイデアが決まっても具体的にどうすればいいかが分かりませんそこで各自が思い描く空飛ぶ車ルのとる車ルを絵に落としイメージをすり合わせていきました 冒頭のムービーのように垂直に離着陸できるようにしたいということで原理を検討していった結果マルチコプター通称ドローンと呼ばれるものに行き当たりました2013年の当時まだ日本ではドローンというものが一般的ではなかったためどういう原理で飛ぶのかもよく分かりませんでした市販品を買ってきましたが中身はブラックボックスですそこで原理を理を解するため まずは自分たちで作ってみることにしましたこれが最初の試作機ですミニ四駆のモーターに4枚のプロペラをつけ4つの回転数を合わせれば飛ぶだろうということでトライをしました実際浮くことは浮いたのですがすぐに傾いてしまいました今考えてみると姿勢を検知するセンサーとそれを制御するコンピューターが必要であることは明白だったのですが当時はそれすらも分かっていませんでした そこで大学や社会人の友人で制御に詳しい人に声をかけていきましたするとなんだかよくわからないけれど面白そうと協力してくれることになり期待と制御プログラムの開発が始まりました半年間をかけて実物大の5分の1サイズの試作機を完成させました今日はそれをお持ちしております こちらです4枚のプロペラで垂直に行き3つのタイヤで走ることができますここでは狭いので飛ばすことはできませんが走って飛んでいく様子を動画でご覧いただきたいと思います車のように地上を走りそこからそのまま飛んでいくことができます その後できた試作機を持って展示会に出たりインターネットで情報発信をしていきましたするとさまざまなスキルを持つエンジニアやビジネスマンの人たちが自分も手伝いたいと意外にも仲間に入ってくれるようになりました今振り返ってみるとこれが限界を突破するもう一つの方法であることに気づきましたすなわちやり続けながら 仲間を募ることでした最初のうちは人数が少なく一人で住めるような日もありましたそのためすぐ,にすぐに困難にぶち当たり思うように進みませんしかし興味を持ってくれた人やスキルのある人に「こういうことがしたいんだけど手伝ってくれない?」と声をかけていった結果どんどんと仲間が増えていきました今では 総勢30名のコアメンバーと70名のサポートメンバーが入ってくれています中でもドローンの姿勢制御を研究されている大学の先生や大型の試作機を作られている方にも入っていただくことができましたその結果現在では実物大のサイズの実験機で実験を行っており数秒間の安定浮上に成功していますまた、 このように活動をしながら情報発信を続けていると思いがけないことも起こります小学校から大学そして企業の方からも夢を追いかける姿勢を伝えてほしいと講演の依頼をいただくようになりました中でもプログラミングを学んでいる中高生の人たちが我々が作っていたシミュレーターを見てこう言い出しました自分たちも 空飛ぶ車のゲームを作りたい最初は中高生がゲームを作れるのだろうかと懐疑的でしたしかし作り始めてから半年後なんと完成したゲームを持って展示会に出展し大好評を得るまでに至ってしまったのです今日はこのゲームを少しお見せしたいと思います 空中ににあるる輪っっかかかををくくぐっていかに早くゴーールでできるかを競うゲームです途中にあるコインを取るとタイムが減るというボーナスを作ったりこの BGM もオリジナルで作ってしまいましたこのように彼女らも自分でゲームを作りたいという気持ちに正直に従って行動し仲間を集め一歩一歩実現していったのです。 もともとこの活動は次世代に夢を届けたいという思いで始めましたがまさか中高生たちがこのような形で実現していってくれるとは夢にも思いませんでしたもちろん達成感ばかりではありません航空関係者の方から「そんな原理じゃ無理だよ」とか経営のプロの方から「市場がないんじゃないかそもそも飛ぶ必要があるのか とと言われ正直落ち込むこともありますしかし既に技術的に実証はできており海外ではベンチャーや大手航空機メーカーが年々ひどくなる大都市の渋滞を回避する手段として空飛ぶ車の開発を急いでいます特にアメリカではインフラの整備やルール作りさらには空飛ぶタクシーとしての配車サービスの検討までも行っていますもはや 時間の問題であり我々も早くやららなななければいなないと思っています私たちはワクワクする夢のようなアイディアに対し自分ではできないと思いがちですしかし本当にそうでしょうか飛び込んでやってみたら意外と不可能ではないかもしれませんさらにそれを一人で実現しようとすると 能力のの限界にぶち当たりますすでででも一人でやる必要はないのです情報発信をしていないだけで皆さんの周りには意外と多くの協力者がいるはずですまずワクワクする気持ちに正直に飛び込んでみることそしてやり続けながら仲間を募ることこれが私なりの限界を突破する 二つの翼ですこの二つが揃えば自分が思っている以上に遠くまで飛ぶことができるのかもしれません。皆さんにとっての空飛ぶ車は何ですかご清聴ありがとうございました。